それではですね、今から日本銀行大阪支店っていうんですかねの近くのセブンイレブンまで行って、ちょっとですね、お金を引き出して新しい新札が出てくるのかどうか確認しに行ってみたいと思います。今日は七夕なんですけれども、ものすごい暑いですね。外気温が35度です、真夏並みですよね。とても暑いです。でクーラーの効きはどうなろう、普通かな、まだつけてまわないから車の中暑いんでね、ちょっとまだぬるい風しか出てこないんですけれども、それでね、新しいお札なんですけれども、タクシー会社の常連のお客さんに聞いたら、新しいお札見たって言ってたんで、まだうちのその地元の ATM はその何やろ、現行のお札しか出てこない状態ですね。涼しい風出てきた。まあ、めちゃくちゃ暑いんですけどね、うちの嫁寝るところ寝室クーラー入れてくれたいんですよね。アウバイツ、日本銀行っていうのがその中之島にあるんですよね。だから中之島にまで今から行きます。何の話をしてたんやろ、ちょっと暑くてちょっとボケています、すいませんそれで、もし新札が手に入ったら、新札を使ってガソリンスタンドでガソリン入れられるんか、ちょっとチェックしに行ってみます。バスは青信号で停車したんでしょうね。ようわからないんですけど。前に黒猫山本さんがおったんですね。で、何の話でしたっけ。日本銀行の隣にセブンイレブンの ATM があるんですよね。そこやったら新しいお札入ってっちゃうかなと思うんですけど、どうなんでしょう。
8000円下ろしてみて、ほんだら1万6000円下ろしたらいいかな。そしたら1万円と5000円と1000円出てくるかな。ちょっとわからないんですけど。
ストランがあるんですよ、ここに。ここは行き止まりって今ちょっと思い出して、でここで曲がったら行けるでしょう、多分。ここで曲がって橋渡って右ですね。そしたら日銀の大阪支部の方に出れるっていう感じです。
探しに行ってみます。ちょっとセブンイレブン探しに行ってみます。ですね、建物の中に入られなかったんで、セブンイレブンがある、どこにあるのか分かる、なし、建物の中にはね入られなくて、近くのねセブンイレブンに行ってみようと思います。 ATM って検索したらいっぱい出てくるんですけど、その右方向です。続いて淀山市を右方向です。右から2番目の車線を使用します。地下鉄の駅の中にあるのかな、全然 ATM らしきところがちょっと一周歩いて回ってきたんですけど見当たらなくて、日本銀行から歩いて 500m ぐらいやから、もしかしたらあるかも。ちょっと行ってみましょう。
すいません、ですね、旧札しか出てきませんでしたね。これ右行けんのかな。まだ診察はまだちょっと無理っていうかないっていう感じなんですかね。こっから日銀近いのに。今日は以上です。あと感想をまとめたいと思います。すいません。あとちょっと家の近くの銀行もう一回ちょっと見に行ってみます。で、あったらまたご報告させていただきます。すいません、一回失礼します。